こんにちは、袋歯科医院の袋でございます。本日のご質問です。小学校1年で入試、本来ならば3、4年で早変わるの抜歯。小学校1年女子です。小学1年女子です。左上奥から2番目の歯、虫歯治療済みで金属が被っています。ですが、今まで2回ほど歯茎に膿が溜まり、その度レントゲン撮影し、化膿止めの薬と、歯茎の消毒に通い、様子を見ましょうとのことで経過見でした。歯茎にポケットができてしまっているとのことです。風邪をひいたり体調が悪くなると歯茎が腫れるが、3日くらいで腫れも引く状態でした。今回また腫れてしまったため、受診しレントゲンを取ると、大人の歯も下がってきているので、金属を外して、乳歯の歯の治療をするよりも抜歯の方が良いかもしれない。ただ、普通は3、4年生で抜ける歯だし、まだ1年生なんだよね。親御さんの判断で決めてください、とのことでした。金属を外してみても、根の治療ができない場合もあるので、抜歯の方がいいかなとおっしゃっているので、これからまた歯茎が腫れて通院するより抜歯した方がいいのだろうかと思っています。一番気になっているのは、本来ならもっと先に抜けるはずの乳歯を抜いてしまって、永久歯に支障はないのかということです。そして、抜歯後どのようなケアをしていったらよいのか教えてくださいということです。私もこのケースでしたらば、抜歯の方をお勧めすると思います。後継の永久歯もかなり下まで来てらっしゃるということですので、ちょっと時間はかかるかもしれませんが、抜かせていただいて、その後続の永久歯が出てくるのを待つという形でいいんだと思います。ただ、本来乳歯っていうのはスペース、陣地取りで使われているものです。乳歯の、近親と遠親、いわゆる歯自体の長さですね。横幅が、簡単に言うと、後継の永久歯より若干大きめにできているため、抜けた後にそこに、永久歯が生え変わりやすいという性質を乳歯の場合には持っていますので、その面では、若干、問題はあるかなと、早めに抜けてしまうので、そのスペースが埋まってしまうというところで、ちょっと問題が、起こることがあります。それ以外のところはそれほど問題にならないです。ただ、もしこの歯を残したとして、乳歯の乾燥を残してしまって、もしかの場合ですが、全身に影響してしまうと、心内膜炎っていう心臓に、その後汚れが溜まってしまうことがあったりとか、あるいは、後継永久歯の表面にその炎症があるために、逆にこう、なんていうんですかね、炎症によってエナメル質の形成不全、エナメル質のところがあまりうまく作れないなどといったことが起こることもあります。そういった面では、こういうふうになってしまった場合には早めに抜かれた方が私はおすすめかなと思います。腫れている回数が多ければそういったリスクを抱えることも、形もかなり多くなってきますので、この場合は早めに抜かれて、いいと思います。それでまたスペースのところの問題、もしかしたらちょっとマウスピースではないですが、ちょっとそういったところのスペースを、なんとか埋まらないようにする装置などを使わなければいけないこともありますので、その辺のところは、歯医者さんの方と相談されてください。